ここの場所は船大工さんが60年ぐらいずっと船を作ってきた工房 で2年前にまあそこは閉まってしまって、でその工房を僕らがまあ引き継いで、こういう人が賑わうような場所を作りたいと思ってやってるんですけど、まあそのここにそういう船大工さんがいたっていうことをまあ残しつつ、その丸中工作所というバス所をまた引き継いでいけるようなものづくりの場になればいいなと思ってます。で、まあ、定期的にこういう端材地みたいなのをやって人が集まる場所になればいいなというふうに思ってます。